ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、超人ハルク。制作、監督、脚本は、ケネス・ジョンソン。1977年の作品です。カジバのバカ力について研究しているデビッド・バナー博士は、実験中、誤って大量のガンマ線を浴びてしまい、以来、怒りが頂点に達すると、緑色の巨人に変身してしまうようになり、果たして、というお話です。出演は、ビル・ビクスビー、ルー・フェリグノ、スーザン・サリバン、ジャック・コービンほか、5シーズンにわたってテレビ放映された人気シリーズのパイロット版。アメリカ国民ならスパイダーマン同様、知ってて当たり前のスーパーヒーロー、ハルク誕生ストーリー。MCU に飽きて改めて見直してみると、意外に味わいがあって良い、と思える作品です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。